追い込む、両方線を合わせた。小原は回転力を上げられるか。アッパーを仕掛ける、上から行く。次に世界ランカーの活動は俺だ、世界ランカーの活動は俺だ、ここでだ。あっと今カルロスが、世界を狙う戦いです。世界ランキングを狙う挑戦者でもあるチャンプ小原健太、ウェルター級日本最強の称号を得られるでしょうか。第4次期、あ、さあまずはいった、小原がまずは右ストレートを見舞っていきました。世界ランカー小原前に出る、世界ランカー小原が前に出ます。いや、解説井田さん、まずは世界ランカーの小原が前に行きましたね。長野の方が行くのは、まあ、想像してたんですけども、それを先制して小原が、止めた、いいですね。セレスさん、まさかこう、はい、格上と見られていた世界ランカーの小原が先に仕掛けました。そうですね、もう長野君が来るの分かってましたからね、まあ、そこを向かった形ですよね。黒のトランクス、赤のボクシングローブがチャンピオンの長野由紀経験チーム、2度目の防衛戦です。一方の白のトランクス、青のボクシングローブ、あー長野が行きます、長野がロープを背負わせる。チャレンジャーでもありますが、挑戦者でもありますが、世界ランキングを持っているのはこの青のボクシングローブの小原です。先に仕掛ける展開を見せました。まあ、なんか最後まで行かなかった感じですよね。飯田さん、あの小原が試合前話していました、お互いのパンチが噛み合えば5ラウンド以内に終わる、まさにそんなオープニングラウンドですね。いやもうそうですよね、まあ、もちろんチャンピオン長野のはグイグイ行くだろうし、それをしっかりと迎え撃つ、いいパンチ、強いパンチ当てていこうとしているのは、挑戦者小原見えますからね。ナイスボディ、サウスポースタイル、チャンピオンの長野、ボディから組み立てていこうという落ち着きを取り戻したでしょうか。チャンピオン長野はまだ硬いですけれども、どんどん手を出していくべきですね。飯田さん、やはり持ち味は何といっても長野は左ですよね。そうですよね。これまで、あ、左が行った、左が行った、左で行った、まさにこの左が長野の代名詞。これまで13の KO を奪っていて12個が左です。攻めて左を奪ってきた。チャンピオンのプレッシャーにね、ちょっと若干押されてますよね。そうですか。あのセリスさん、あのカルロストレーナーが長野を指導しているんですが、話していたのは、はい、そのパンチが重たいので一発でもまず小原に的確に当てること、左の強さを知らしめたい、そう話していたんですが、どうでしょう、左を当てた後、その作戦はちょっとね、このラウンドハマりつつありますよ。お、そうですか。まずはその強い左を当てていきます。13個の KO 勝利のうち12個は左です。この左です。さあ挑戦者、世界ランカー小原が下がる、小原が下がる、来ましたかね、ちょっと、小原引き出してますよね。引いてますか、引いてますね。さあ、あいわー、また左だ、また左、左返した、小原が返す、出していく、出していく、第1ラウンドから打ち合いか。第1ラウンド、すごい試合になりましたね。第1ラウンドから打ち合い、小原の世界ランキングを狙うチャンピオン長野、小原は再び世界を目指すために日本最強の称号を手にする、そのためにチャンピオンカーニバルに出ました。右ボディストレート、上にも振っていく。新谷さん、小原はボディそして上着実に振ってきてますね。そうですね、上位打ち分けて、まあ、下に伸ばしていくのは、小原、作戦として考えてますよね。そうですか。テクニックも見せました、お互い。第2ラウンド前に出ていった、おっと長野が前に出てきましたが、アッパーを返していったのは小原です。小原選手、若干ちょっとこうスロースターターのところもあるんですけども、はい、この1ラウンドからエンジンかけたところで、もうこの2ラウンドいい動きになってますよ。おお、そして右が入った、小原の右が入りました。今じっと長野を見据えました。パンチを狙っています。パンチの高さでは小原選手が上ですね。なるほど。セレッサンドさん、はい、まあ、そのチャレンジャー陣営小原なんですが、第1ラウンドに関しては、あった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 、さあ、パリだ、ボディ。さあ、平松さんどうぞ。第1ラウンドはあの距離感に対しての指示が多かったですね、あの後ろの足ですから、右足をうまく使ってストレートが届く距離を探っていこうという、そんな指示でした。おお、飯田さん、まずは小原陣営、三沢陣営は、あの距離を探ろう、そんな第1ラウンドだったんですね。まあそういうことですね。いや、逆に言うとその、長野チャンピオンはもっともっとプレスかけて後ろに下げさせたいですよね。なるほど。いや、小原選手が左のフックを狙ってますよね。左フック狙いなんですか、はい、その左フック狙い、
それが一番有効だというふうに小原見てるところでしょうか。なんかそれを狙っているように見えますね。なるほど。あ、やはり左を出していきます。さあ左をついていった。チャンピオンは赤の長野です。安藤さん、はい、こちら王者長野陣営ですが、うん、打たれる前にこちらから上のエリア頭を使ってどんどん攻めていこうというふうにおっしゃってましたね。ああ、そうですか。セレスさん、やはりチャンピオン陣営はこのように前に出なければいけないですね。そうですね。離れて独身の人は小原選手が上ですよね。今も離れ際左を見舞っていきました。チャンピオン長野です。プロ8年目で悲願の日本タイトルを手にしました。2度目の防衛戦です。小原の世界ランキングを奪う無骨で無口なこのチャンピオンが野心を口にして臨む2度目の防衛戦です。世界を目指す左。小原がエンジンかかる前に長野がぐいぐいと攻めて、はい、ペース取れればと思ったんですけど、もう小原自分のリズム取り上げましたね。そうなんですね。ただをつきました。いやもう小原どんなパンチも出せますよ今。そうですか。使いますからね。長野はもうガンガン行った方がいいですよ。捨て身で行った方がいいですね。小原上げる、小原上げる、どうしようか。相打ちにならなきゃダメですね。左を出す。さあチャンピオンピンチ、チャンピオンピンチ。いや小原選手余裕ありますね。チャレンジャーとしてこのチャンピオンカーニバルに臨みました小原。世界の舞台も経験しました。日本最強の称号を得て33歳、もう世界の遠回りはできない。そのためにこのチャンピオンカーニバル、ゴールまで連打、連打、連打でいった、連打でいった、さあ残り20秒、残り20秒、ここで連打しかけるのか、しかけるのか、いや、いくしかないですね。手が出なくなってますね。ゴールまで効いてますね。いった、ベニーもいった。さあ小原がここでラッシュを見せる。小原いいですよ、この距離でずっと、これでいいです、長い距離、ショートでもいいですよ。22勝 20KO、 その力。ラウンド3、第3ラウンドです。赤の経験ジム、チャンピオン長野は苦しい展開になりました。まあ、この距離で戦っているとやはり小原選手のパンチがどんどん当たりますよね。ああ、そうなんですね。もっともっと行くなら長野選手行かなきゃいけないですよ。ああ、セレスさん、ここでやはり長野は自信を持っている左対応してきますね。そう、こう行かないと逆に やられますよね。なるほど。前に行った。ただ返していく。小原が返していきました。やはり僕は左。この左です。この左が、あーっと。ここでまた小原が返す。まあ、ジャンプ長野としては今みたいにこうガードを固めてもくっついていってもう左、はい、あとはもう3発とか5発とかもうどんどんこう、左右連打で もっとまとめていくしかないですね。そうですか。ボディから上に繋げてきたのは小原。皆さん、その回転力そして精神的なタフさがあるのはチャンピオンですよね。そうなんですよね。それがまだ出せてないですよね。近い距離で返していきます。それができないのが小原選手のテクニックですよね。ただここは先に出したいですよね、チャンピオンは。いった、この左です。近い距離で左を出した。安藤さん、はい、こちら長野陣営ですが、相手からパンチをもらって下がったら相手の意のままだと常に前の姿勢を貫けというふうに言ってました。まさにこの放送席解説のお二人と見立ては一緒。前に前に出なければいけない、出ることを強いられたチャンピオンです。ここ見てる必要ないんですよ。前に行けばいいんですよ。もっともっと前にガード固めて前に出ればいいです。左やった、ラッシュを仕掛ける。小原がラッシュを仕掛ける、ラッシュを仕掛ける。ニュートラルコーナー。さあチャレンジャー、いや格上の世界ランカーの小原が、やはりじりじりとチャンピオン長野を追い詰めます。安藤さん、はい、このチャレンジャー陣営なんですが、前にじりじり攻めてくる長野に対しては、動け動けという指示を小原に対して出していますね。あのロープを背負ってしまった時も、もっと広いところでやろうというような指示が飛んでいます。やはり飯田さん、まあ、あの小原陣営としてみればしっかりと距離を取って、そんな指示なんですかね。そうですね。まあ、やっぱり一発ありますから、長野ありますからね。もうこの距離をキープして、一番そうですね、自分のストレート長い距離で、やっつける、これですね。こういうパンチどんどん当てていけばまた弱っていきますから、その中で、コンビネーションですね。まあ、チャンピオンの長野選手は本当もっと強引に行きたいですね。そうなんですね。もっと強引に行かなきゃダメですね。まさに飯田さんもセレスさんももっと前にという言葉がありますが、そうさせないのが小原。小原のパンチ力、小原のテクニックです。やはりこの距離でボクシングをしてしまったら、はい、小原選手の方が、ね、1枚も2枚も上ですからね。青のボクシングローブの小原は2016年 IBF 世界スーパーライト級タイトルマッチにも挑みました。ただ2ラウンドテクニカルノックアウトまで、もう一度あの舞台に立ちたいという思いでここまでキャリアを積み上げてきています。海外で世界ランカーに勝つ、
その目標を達成するまでボクシングはやめられません、そう話しています。さあ、ライサー勝利を収め、そして世界の扉へ手をかけるのは長野でしょうか。第4ラウンドです。ここまではチャンピオンの長野が押されています。 IBF 世界を、よーいった、ここに長野が行きました。長野が行く、距離を詰めます。左、スパイクですね。パンチは高いですね、小原選手ね。あー、そうなんですね。左、ここで連打を見せていきます。小原が連打、あ、右を返した、左を伸ばしていく。さあ、ここの第3ラウンドまではチャレンジャー青の世界ランカー小原がチャンピオンの長野を押しています。大きな右です。チャンピオンこのままもらい続けるとですね、はい、体力消耗しますから、体力のあるうちに勝負に行くのも手ですよね。あ、もう早く仕掛けないといけない、はい、なるほど、早い仕掛け、そして強烈な左があります。最後はその左を信じることも大切だと山中伸介さんを指導していた大和トレーナー長野に対してそういった言葉も送っていました。自分の左を信じろ、最後は左で勝つんだと、辛い時には左に頼れ、それぐらいの武器があります、それぐらいの強さがあります。チャンピオンの左です。その左が出てるんですよね。でまたあのジャブもこう距離を詰めるジャブなんですけども、それが全部、大原の攻撃のタイミングになっちゃってるんですよね。そうなんですね。左に効いたかもしれません。なるように構わずに左を打つのも本当作戦ですよね。そうですね、はい、どんどん打ち込んでいきたいですね。それをやられるのが多分小原選手が一番嫌ですからね。この左です。もちろん小原も長野の左、ナイスカウンター、打ち返す。長野は返せるか、小原が打ってくる、右、ゴリゴリ、チャレンジャーはこれでいいですよ。もうコツコツでもいいんで、はい、無理をせず、しっかりと当てていくことですよね。そうですか。右フックを返す、左だけではなく多彩なパンチ、この小原に対して勝つためにはいろんなパンチを習得しなければならなかった。左だ、ここで左が来た。さあ長野、自信を持つ左を当てるためにここで仕掛けていくのか。いやもう効いてますかね、チャンピオンの方は。せっかくのチャンスになると腰が浮いちゃうんですよね。そうなんですね。若干力が入ってないですよね、パンチにね。そうなんですか。さあ経験する陣形、カルロストレーナーはいけいけと。ただこのプレッシャーはいいですよ。プレッシャーかけた、近い距離になった。ここでもっと打ちたいですね、左を。長野はいけるのか。ここで小原のテクニックは上か、小原がガードの間を割っていく。大きくった、空振り。この空振り上手いですね。上下しっかり打ち上げて本当によく見えてますね。ゴリラ、小原が見切る、右を行く。長野が左を打てない、ここで第4球のタイトルはどちらに転がるのか。第5ラウンドです。この日本タイトルマッチ第5ラウンド終了後に採点が公開されます。公開採点です。あーっと長野が左へ行きました。お、ここは詰めていきます。詰めていって左、セレスさん、この形を長野は作りたいですね。続けることですよ、続けること。さあそれができるか。ただ小原がここを返していきます。安藤さん、はい、こちら長野陣営ですが、先ほど山中伸二さんに話を聞きました、ここからはですね、しっかりまず距離を取って、そして自分が打てる距離、これをキープすることが大切だと言ってましたね。そうですか。山中伸介さんも神の左、その左のパンチで数々の猛者たちをなぎ倒してきました。いやこのバーも小原選手も若干もらってますよね。あ、そうなんですね、はい、ああもらった、頭が今よく取り返りました。三浦さん、これはどういう展開ですか。いやちょっと、長野の右です。安藤さん、はい、あのチャレンジャーサイドなんですが、序盤からもうあのディフェンス面の指示がほとんどですね、あの前に出てくる長野に対してはもうあの本当に接近戦には気をつけようと言ってましたので。あー、そうなんですか。ただ飯田さん、そのディフェンスの指示なんですが、このラウンドは小原もらってるわけですね。まあ、たまに強いなパンチもらうのがある、まあ、選手ですから。あ、そうなんですか。左、あの左もらうと効いてきますよ。そうですね。長野もこの左に活路を見出すか。ちょっと大原も見て正面に立ってる時間なくなりましたね。ある意味長野ではこういう試合には慣れてますからね。あー、確かに劣勢を打たれても倒れずになぎ倒してきたのはチャンピオンの
右に力込めてきましたね、ここで長野も相打ちでもいいから打ちたいんですけどね、そうですね、もらいっぱなしになってるんですよね。小原のパンチは出ます、長野の左、あーっと相打ちか、お互いにパンチがかすめました。さあ世界ランキングを得るのか、この勝者には世界の扉が近づきます。うん、ちょっと長野も引いた、さあここで大原が仕掛けるのか、長野引いているロープを背負った、ああまた左、引いている赤間が抜き取った、さあここで仕掛けるのか、スリップですよ、さあ残り30秒切っている、ちょっと意識が引いてますよ、30秒切っている、さあどうか引いたか、さあ今行った長野は小原のランキングが欲しい、小原は日本最強の称号を得るため、さあどうだ、あと15秒、狙ってますよ、小原行った、連打を仕掛ける、手が出ないですね、行ったか、もう手が出てないんで止められてもおかしくないですよ、そうですか、ただここでサークリング一度番を分かちました、おっとアッパーから入った、小原はアッパーから入りました、うまいですね、前に来るの分かってますからね、アッパー狙ってましたよね、ああなるほど、セレスさん今の公開採点もちろんそれまででももう経験値は分かっていたと思います、もう前に出るしかありませんね、まあそうですね、もともとねもうね倒す以外ないんですよね、ボクシングの人はやはりどうしてもね小原上ですからね、なるほど、飯田さんはこの後どう占いますか、まああとはもう長野がどれだけ耐えれるか、はい、で今小原の方もやっぱりさっき打って打ち疲れもあると思いますから、あそうなんですね、そこですよね、あとはどれだけ、どちらがこう辛抱強く勝ちに、引きずり込むかですよね、そうですね、消耗戦の様相を呈してきました、右を返していった長野です。安藤さん、はい、こちら長野陣営ですが、先ほどラウンド間大丈夫だお前ならまだまだいけるという問いかけに対してですね、長野選手もはいと力強く言っていました、そうですか、ここでもっと打ちたいんですけどね、やはりダメージがあるんですよね、なるほど、小原の方ももう楽ではないですよ、疲れてきますよ、小原も一度距離を離しました、疲れてますからね、もうあとはもう本当に根性勝負になってきます、本当ですね、さあどちらの気持ちが上回るのか、ボディ右のボディを行きました、このボディは小原対策のために練習してきた右ボディ、ただその右ボディもなかなか打てていない、あー左ストレート、小原選手もねうまく休んでますけど、はい、多少のパンチもらってますからね、ですね、疲れもありますよね、ちょっとこのようにお互い体重を掛け合う場面が多くなりました、距離が近くなっています、安藤さん、はい、チャレンジャー陣営はちょっと足が止まってきてるんじゃないかという指示飛んでます、あーやはりその打ち疲れ消耗戦になってきたでしょうか、これまで22勝のうち KO 勝利は20、勝利のうちの KO 率は 90% 以上という小原啓太、その小原が疲れています、いや疲れさせるまでタフさを持っていたのは日本チャンピオンの長野です、長野がタフ、そこで前に行けるのか、世界ランカーを疲れさせました、まだ行ける、まだ行ける、なぜなら小原を倒せば夢の世界が近づきます、右それと長野はいけるか、左左フック、ここで右を返していきました、ちょっともらってますよやっぱね、ちょっとこういったセルさん、やはり小原が近い距離クリーンヒットもらうようになりましたね、ここでも距離が近づきます、チャンピオンもねもっと行きたいんですよ、まあ、行けないんですよね、はい、なるほど、もっと行きたいんですよね、まあ、チャレンジャーの方は、公開採点でリードしているのは分かってますから、はい、余裕を持って、ラウンド組み立てられますよね、なるほど、ハートに行った連打に行く、連打に行く、ただここをかいくぐりました、チャンピオン小原の右が飛びました、なんとかかいくぐりました、このタイトルマッチ、ラウンド世界タイトルマッチを近づけたい、その小原です、また前に来たところ右ストレート小原、皆さん、まあ小原がそのゆとりといいますか、今チャンピオンが来たところ的確に右合わせましたね、そうですね、まあ、さっきのラウンドもし小原が休んだんだったとしたらこのラウンドまたまとめてくるかもしれないですよ、はい、小原、そうですか、はい、第7ラウンドです、あーまとめてきました、来ますね、セレスさん、やはりそうなんですね、パンチの種類が豊富ですよね、本当に空いてるところを打ってきますよね、今もアッパーから右ガードをかいくぐって
長野の左の方を捉える右のフックがありました。長野の左、皆さん、あのチャンピオンの長野は、僕はチャンピオンなんですが挑戦者なんです、前に行くことを続けなければいけない、持ち味は僕は前に出ること、そう話してこの試合に臨んでいますが、どうでしょう、やはり小原の前になかなか行けない、そんな展開でしょうか。まあそうですね、まあ、手数が出ますからね、あとやっぱカウンターですよね、タイミングというのも打たれてますからね。そうですか。いやー、それさ、ただここ行きましたね、長野聞いてますよ、もらってますよ、もらってますよ、もらってますよ、左行った、左行きました、長野が左を返していきました。もうがむしゃらに頼り、やはりその左を振っていく、もっと長野左打ってもいいですけどね。小原が右を返します。さあどうか、左のジャブから右、タイミングが上がります、入ってきて右ストレート、小原はこれまでこの右で手を奪ってきています。今みたいな感じですね、アッパー、あー、ちょっとチャンピオン今よろめいている、よろめいている、ダメージあるんでしょうね、踏ん張ることができないチャンピオン。さあ小原はここから、いや、世界に勝つためには長野のこの消耗する流れを倒さなければいけない。そう集められましたね、残り1分10秒、第7ラウンドです。あー、カットしましたね。今レフェリービニーマーチンはヒッティングのサイン指示を送っています。パンチですかね、パンチでそのカットしたというジャッジに対してサインを送りました。さあ小原はこの日本タイトル、日本タイトル以上にもう日本最強という称号が欲しいんだと話しています。次は世界、もう3分3歳、さあ行った、来ましたよ、聞いてますよ、さあ行った、右をつく、右をつく、右をつく、さあここで追い込む、追い込む、ロープを背負わせた、小原は回転力を上げられるか、アッパーを仕掛ける、上から行く、次に世界ランカーの活動は俺だ、世界ランカーの活動は俺だ、聞いてますよ、聞いてますよ、あっと今、彼の死が、セコンドウェルター級新チャンピオン小原健太。負けたら引退の覚悟で臨む、そう話したのは世界ランカーの小原です。2013年にスーパーライト級の日本王座について以来2階級制覇達成。